皆さんこんにちは。来年2022年9月に発売されます「危ないデカ」ブルーレイ予約限定商品につきます高と雄二のフィギュアを開発しましたトミーテックの小林慎吾と申します。はい、こんにちは。同じくトミーテックの最上正弘と申します。今回あの我々2人でですね、新しく開発させていただいた高と雄二のフィギュアのアピールをさせていただこうかなと思っております。 はいその前にですねこちらのそのフィギュアがつきますブルーレイの商品の説明をさせていただきますこちらご覧ください、えっと、私も大好きなですねアブデカがついにですね HD リマスターになってブルーレイ商品化されますで「危ないデカは全2巻もっと危ないデカは1巻の全部で3つのボックスが発売されますで危ないデカの1巻に タカのフィギュアが、もっと危ないデカにユーのフィギュアがつく完全予約限定商品になっておりますで。そのフィギュアが付いてない商品も合わせて5種類発売されることになっております。それでは早速ですね、このフィギュアの具体的な紹介をさせていただこうかなと思うんですけども、もういろんなあの小物パーツとかもねついてきますので、1個1個見ながらですね。 お話でできれればなと思うんですけれどもまずこのなんでこれを作ることになったのかっていう話をですねお話しした方が面白いかなと思ってまして話が始まったのはこう小林さんに私は、ね「これを開発することになったからよろしく」って言われた立場なんでぜひ教えていただきたいんですけどもも <laughs>、えっともとはですねこちらのフィギュアを開発する前に、えー、西部警察の。 ね、あの石原裕次郎さんが演じた「小暮課長」のフィギュアをこちらのタイプであの作らせていただいたことがご縁で,、はいそ,でね、それで今回ですねあのブルーレイボックスが発売されるということで、えー、それの特典としてフィギュアをつけたいというお話を東映ビデオさんからいただきましてそれであの開発をすることになりまして、はい、ま私としてはもう「危ないデカとか「西武警察」大好きなのでもう、うん。 もうね0にも昇るというかもうとにかく嬉しくて嬉しくてしょうがなかったんですけれどもとにかくあのこの来年の発売までほで、ね、他の仕事をやらないでもこれだけはもうくっちりやって皆さんにお届けしたいと思っておりますのでよろししくお願いいたしますすそうですねあのこの商品が作れるというのを、ね、セントラルアースさんにご協力いただいたときからもう私はです、ね、もう襟組みをつかまれまして。 フィギュアの開発が担当なもんですから絶対私が出ていかなきゃいけないんですけれどももうこれお前全身全霊をかけてやることになったからよろしく頼むと言われましたね。でこれはもう結構前から開発は始まってまして2019年ですかね2019年のゴールデンウィーク頃に東映のスタジオであの柴田恭平さんと舘ひろしさんが パチンコ版「危ないデカのアフレコの収録があってお二人お越しになるからそこで人物写真の取材をでできるという機会があったんですよねそこでカメラを持ってですね原型師と私と開発者あと何人かと突撃してひたすら写真を撮らせていただくっていうところから始まりました。 だからもう2年以上前開発開始のタイミングですね。そんなつんですねそうね。なぜ何百枚も写真を撮らせていただいたんですよ限られた時間というのもありましたけど憧れのお二人をちょっとそうですねめちゃくちゃ緊張しましたけれどもお二方、ものすごい気さくな方でどうぞ、どうぞ撮ってください。 こういうポーズも撮っとくみたいな感じでやってくれたので、すごくなんだろう緊張もそれでほぐれたし、お二人の人柄もそこで感じることができて、うん、なんかこう役得だったなとは思いましたね。<laughs> そうだね、それはすごく思ったし、あとまああのねお二人から直接。 かっこよく作ってねとあね本物よりかっこよく作ってくれってあの本物よりかっこよく頼むよみたいなことを言われて、ね、もう言われちゃったんで, <laughs> でもこれも責任重大だなと <laughs> 雷に打たれたスタッフ一同みたいな感じで、ね、電気が走っちゃったっていう、ね、やりましたやりました、はい、でそこでまあ取材大量の写真を撮らせていただいて、えー、その後実際にどういうポージングを再現したいかとかじゃあどういう服を再現するべきなのかとか ブルーレイに付属するフィギュアとしての最適しかもその「危ないデカ」を象徴するやっぱフィギュアにしたいのでその特定のシーンをそのまま再現して形にするというか「危ないデカ」ってこうだよねみたいな形にしたかったのでそこをいろいろ吟味したり選定するのが結構時間はかかったところですよね。 危ない絵でかあのすごいマニアなんですよ。あのそんなことは,はありません。はい。もうから見てるとその作業は多分あの遊んでるなこの二人はって思われたとね思うんですけれど、真面目にねどのシーンからどのお洋服着てるシーンを選んで作ろうかっていうのを真面目にやった結果がこちらになってると。そうですいうところをぜひご覧いただきたいなと。ね、会社のパソコンでね DVD 流し。あ流したり。<laughs> はたから見ると遊んでるようにし本当見えないんですけれども,も、ね。どうなったんだろうかっていうとこです、はい、で私自身はあの危ないでか直撃世代ってわけじゃなかったので、えー、当然ねあの作品は知ってますし、えー、といろいろ見たこともあったんですけども、えー、やはりホビーのクオリティとしてファンの方が納得するものを作るからには、えー、その作品への理解度というかあの勉強が必須ですのでそこをですね この小林からですね、ガンガンに注入されまして。危ないデカの信者みたいになった状態で、開発をスタートさせたと。いうなんか背景もありますね。そんなに、あれだっけ、強く言ったっけね。いや、も<の>う、何話の何分のシーンは必ず見なさいとかね。あ、それは言ったかもしれないね。もっと危ないデカ第一話は特に見ときなさいとか、うん。いう話で、まあ、あの、小物の選定とか。 あのポージングの選定をやっていったっていうこれがあのできるまず物を作るまでの前段階ですね、うん、で、えー、それを形にしていった結果このようになりましたという感じでございます、うん、続いてこのフィグマの大きな特徴を皆さんにご紹介したいと思いますえっと今回このフィギュアはですねあのフィグマと呼ばれているシリーズであの大きな特徴としてはこの関節 手とかこの足とか今最上が指さしているところですねそこに関節が入ってこれがこうスムーズに動くことでですね,ですね、うん、いろんなポーズを取ることができるっていうのがまず非常に大きな特徴になっているというものですはいいわゆる可動フィギュアっていうやつですねマックスファクトリーさんが長年培ったその技術とか。 ノウハウをですね我々の方に注入していただいてそのフォーマットにのっ,とったあのデザインにしているっていう形です。でこういうあの支柱のパーツっていうのもですねついてきましてこれがですねあのフィギュアを支える台になります。これがあることによって多少不安定なポージングでもしっかりと支えることができるという構造の可動フィギュアになっております。これがあることですね。 あのドラマのシーン再現とかいろんなポーズの,です、ね、あの実現が可能になっているというのがこうフィマの特徴でございます今回はあのブルーレイに付属するものなので映像で見たものをねやっぱそのまま再現したいみたいなニーズがあると思うのでこの最適なフォーマットで、えー、やらせていただいただ、ね、んかもうその日の気分でポーズ変えてディスプレイ変えて。 写真に撮ってそれに吹き出しつけて好きなセリフを言わせてみたりとかそういったことも楽しめるのがこのフィグマのフィギュアになっておりますでこの支柱があることによってだからあの例の名,の名物シーンというかあれも再現できたりとかう、ね、もういろんなポーズ本当にできるんで、ね、今回ですね支柱がないと不安定でねちょっとできないけれども、はい、これがあることであれもできるこれもできるっていうのがあるっていうのが特徴になっていると思います。すよ、はい で今回はあのー、宣伝用に撮ったいろんな写真があるんですけども、うん、その写真をですね、まあ、紹介しながらあこういうのありますよね、ああいうのありますよねみたいな話ができればなと思ってるんですけどもんじゃあ最初にちょっとタカさんのもなんですけれども、はい、タカさんね、あのこれただ立ってるポーズに見えるんですけど実は2枚写真があってこういういですね、はい、サングラスがあるお顔ないお顔というのが用意されてます。はい でこのサングラスありなしはですねパーツの交換によって再現できるっていう商品になってるんですねこの顔の前面部分がですねこうポコッと外れてでサングラスしてる顔にしたりしてない顔にしたりっていう差分が実現されておりますまたこの顔もですね 3D のインクジェットっていうですねちょっと特殊な生産機械を使って再現していきますので 結構リアルで似た感じになるんじゃないかなと思ってますね。ねうん、このお写真の顔自体はえっ、ー、と彩色を担当する職人さんが手塗りでやったものなんですけども、これを元に工場で生産していきますので結構近いものになるかなという感じです。顔を作るのも大変だったんですよね。うん、あの東映さんのスタジオでたくさんお写真撮らせていただいて。 でえー、っと原型師っていうフィギュアのんでしょう、えー、おもとを作る方があのもうこねて作るんですけど削って作るんですけれどもやっぱりあの今の年齢のご本人の写真を参考にそのまま作っても当時の顔と似てたり似てなかったりいろいろあるんですよね。だかららそこをを近づけるたために、えー、っと当時の映像資料をひたすら見てあ この方は何十年前はこういうお顔だったんだなっていうのを反映すると。で、骨格の部分の詳細はその投影のスタジオで撮った今の写真でのを参考にするみたいなんですね。というですね過程を経て作りますので、えー、ま非常に似た顔の状態に持っていけることができたという感じになっております。ね忘れられないのはあの小泉のね撮影所でその取材をしたときに。 やっぱりサングラスをかけた状態の,の写真も、ね、撮らなきゃちょっとイメージが湧かないかなっていうところで当日はタチさんはサングラスをお持ちではなかったんですねで柴田恭平さんがサングラスを持ってこられて恭平さんがサングラスを貸してく私に貸してくださってタチさんにかけてもらってこの取材をしたんですけど恭 <laughs> 平さんがね私にそのあのサングラスを渡す時にこれ言っていいのかありますけど。 ルーペじゃないけどねって言って渡してくれたのがすごくもうわあ <laughs> ってもうなっちゃってね笑っちゃうしもう雷電気は走るしってもうどうしたものかってもうありがたいありがたい,い,うでいやもうありがたい、ね、ありがとうございます,いですねでもそのおかげで京平さんのサングラスのおかげでチさんがサングラスかけたところもばっちりね今の。 取材もね,ね写真いっぱい撮れたっていうところでねお二人すごい仲いいんですねやっぱりあ,あそうそう見ててそれは思いましたねでも感じましたねであのまあ映像資料と今のお写真をこういろいろ資料、えー、と取材でですね集めさせていただいて造形した結果ですね、うん、後ろ姿も結構似た感じにできたんですよね、うん、これあのスポーツドリンクう飲んでいる高野フィギュアですけれども結構こんな感じの 広、ね、姿っていうイメージはお客さんからもいただいてたんで、うん、声を。でその比較としてですね、えー、とこっちの方有事の方も見てもらいたいんですけどもこれあの有事のフィギュアですね。有事のフィギュアも当然ですね、あのー、サングラスありなし盤両方同じ方法で作っております。でさっき言ってたようなねこういう白姿。うん これもね作るのは大変なんですよね、うん、意外となかなかあの、ね、映像の資料だけだとあの、ね、真正面の写真っていうか映像はいっぱいあるんですけどね後ろ姿ってそんなにね描く様子とかなかったりするんでそうなんですよただね立体物って360度どこからでも見れるのが面白いところなので、うん、どこにも手が抜けないというかですね、うん、そこはフィギュア開発の大変なところではあります。で あのこだわりポイントでぜひあのアピールしたいのがですねこのお二人なんですけれどもこうやってね今ここ画面で分かりまあわかりますかね、うん、この身長差があるんですよでこの達さんあのお二人の身長差っていうのはすごく重要な要素だから絶対に再現しなきゃダメっていう,うね私は言われてましてで現役にもその通りにお伝えして、えー、頑張った結果。 足もすねも腕も,もう体も全部ですね共通パーツ一切なしゼロからその本人用として作っているという結構あの労力がかかったところではあります,、ねですね、よく、ね、この手の商品だと体はちょっと使い回しみたいなものがあるんですけど今回も別格です、お二人特別なお二人です特別な商品なので、ねはい、もう別々にちゃんときちんと作り分けて。そうですね このスやっぱ80年代から90年代にかけてのこうバブル期のイケてるスーツなんですけどやっぱ今資料を調べようとすると現代のスーツの資料ばっかり出てきちゃうんですけど当時のやっぱファッションの材料資料をいろいろ当たってまあこれぐらいの肩幅でこれぐらいのえっとシルエットになるよねみたいのを見てそれを今度フィギュアに変えた時に大柄なシルエットのスーツって そのまま立体にすすると可動域が狭くてですね、うん、意外と不格好になっちゃったり動かなかったりするんですけれどもそこはですねあのマックスファクトリーさんにご指導いただいたりとか原型師さんのセンスでアレンジしたりとかいろんな過程を経て当時のこのファッションっぽいドカーンとした肩幅と、うん、ダボッとしたスーツ感は出しつつも、うん、スタイリッシュに。 もう恭平さんらしいスタイリッシュさんとかね、たしたいらしいダンディさんが、出るように。造形してあるっていうのがですね、ぜひ見てほしいポイントではありますね。うん、このスーツ、すごい色ですよね。<laughs> <laughs> 私、開発するときに、え、黄色ですかみたいな、ね。<laughs> 思ったんですけれども。まあね、恭平さんじゃないと、ちょっとね、聞こえませないかなっていうね。今らが来たところでね。そう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 。そう。ね。 いろんな方にやっぱりお話聞いても恭平さんのスーツは恭平さんじゃなきゃ着こなせないような奇抜で斬新なものなんで頑張って作ってくださいって言われましたね。<laughs> でもなんとなくこう,こう形になるとあそういうことかって理解ができる部分はありますよね。でネクタイもまた派手なんですよね柄があって <laughs> こういうネクタイなかなか今少なくてこれも資料を当たるの大変だったんですけども。 あの映像で見てそれに近い、えー、っと80年代から90年代にかけてぐらいにあったネクタイっていうのをちょっと上の世代の人たちにねあの探してきてもらって押し入れからあの当時流行ってた柄物のネクタイってこういう感じかねみたいな持ってきてもらって結果あのねあの同僚の社員のこうおじいちゃんの持ち物とか。そうです <laughs> <laughs> を持ってきてき柄をね分析したりとかして結構あの何でしょう劇中では不鮮明で分かんなかったんですけどもかなり近い柄のものをデザインして再現しておりますなので結構細かい印刷が入ったそれっぽいデザインにはできたかなという感じでですね、うん、あ今回あのねブルーレイ化されて映像もきれいになってるからそういうところもねあのきちんと皆さんに 見ていただけると嬉しいかなと思っております。はいはい。やっぱり、ね、あのポージングでこの写真は撮らなきゃダメだよねって言ってた二つがあるんで、うん、ちょっと紹介したいんですけどまず一つがこれですよね。京平さん独特のこのひらしたりとかですね。京京平走りリ。京平バシリだっけ。<平> <laughs> これねあの再現するの頑張りましたね。でも。 あのデコマスっていういわゆるこの試作品は稼働をいろいろさせていくと色が剥げちゃったりとかあの壊れたりするんでポージングにものすごい時間かかるんですけども製品版になったら割とガジガジ動かせますのでいろいろお客さんもね試行錯誤していただいてこれとほぼほぼ近いポージングができるようになってるはずです。というか設計上はそうしましまたこのねポージング。 なんかこれもなんか柴田教平さんって感じでいいですよね。うん、なんでしょうこのスタイリッシュな、うん、雰囲気は。<laughs> もう我々あの小学校の体育の時間っていうところの走りをね真似して先生に怒られるっていう教<ー> <laughs> 平走りでダメみたいな。や <laughs> いました。そう危ない映画ってそういうスタイリッシュ者がねなんかこう特徴の作品じゃないですか。うん、こうそれまで流行ってた西部経済とか。 あの特掃祭先生とか結構男臭い汗臭い男臭いっていう感じがねあってんです、うん、それに対してこのバブル期のスタイリッシュでイケてる感じっていうのがやっぱその作品の特徴でもあるもんですから、うん、<laughs> フィギュアでもねこれをやるのは頑張った感じですであともう一つねこのポーズできるように頑張りましたよっていうのがねはいこの高カの拳銃を打つ時のポーズそうですね ねはい、胸に手を当てるね左、えー、手をね胸の心臓の辺りですねこれ心臓を守ってるって感じなんですか結構ですねあの腕を前に胸の辺りにこう寄せるっていうのがですね動フィギュアはどうしてもあの難しい部分はあるんですけどもそこはしわの,のつけ方とか、えー、関節の入り方とか腕の彫り込みで再現できるように頑張ってます、うん 気持ちもう少し内側に入るといいかなというのは思ったんですけどもちょっとこの試作品はですね硬いジャケットを着てるんですが製品版ではあのジャケットの材質が柔らかい樹脂になるので、うん、もう少しこう攻めたポーズもできるかなと思いますこのポーズもねすごい、うん、危ないでかって感じでちょっと楽しみすんごい楽しみ。<laughs> うん、というポーズもできるように、うん でえー、っともう一つねちょっと紹介しなきゃいけないものがあるんですけども勝ち、うん、先にタチさんの方やかなタチさんこういうねあの実は二丁拳銃キャラだったって僕はごめんなさい知らなかったんですけどもメインで使う大きいピストルとバックアップ用の小型ピストルを持っているっていう設定なんですよねはいだからあのそれができるようにですねちゃんと、えー、拳銃を持つ手も二種類用意して 拳銃も形の違うものを2種類用意させていただいたというふうになっています。いいねいいで恭平さんの方もピストルは用意してるんですけどタチさんの2丁と恭平さんの1丁全部形状を分けたんですよね。うん、でちょっと今ね画面でカメラでは見づらいと思いますけどもこんな感じでそれぞれのピストルは用意しておりますいい にあのこのスケールでだとね指まではこう曲げることはできないのでちゃんとそのピストルの大きいのを持つ手だとか、はい、ちっちゃいのを持つ手だとかの他の小物をこう持つための手だとかっていうにパーツが分かれてますので、うんはい、それをおのお、ね、の皆さんの方で今度付け替えて楽しんで頂くとで、ね、いでちょうどあのここにえと関節パーツが入る穴があるんですけどもここに関節パーツつけていただいてこういうふうにあの腕を 手首をです、ね、交換すするみたいな感じですこれ今ついている腕外してこれを取り付けるってこ、うん、れでこういう写真のようなポージングができるよっていう仕掛けになってます、うん、ちなみにですねあの「危ないデカのファンの方はあのご存じないと思いますが私はトミーテックで一番銃器に詳しい人間をやらせていただいておりまして「うん、リトルアーモリー」っていう銃のプラモデルのシリーズを担当しております、はい、なので 銃の造形はです、ね、かなりしっかりと作っておりますので、うんあのー、マニアの方もご安心いただければなと思っております。ですねはい、はい、とはですねやっぱりいろいろ小物を用意してちょっと面白いのはこれかなと思うんですけれどもこれ。これなんだか分かります <laughs> ええー、白い粉です、ね。白い粉ですこれはあの、ね、コンプラ的に大丈夫か、えー。ええ、これは、あ、時代、ね、メーカーなので、こういうものを作っていいのかって言われないようにです。これ砂糖ですね。これ砂糖なんですよね。砂糖の入ってる。てか、実際に、あの劇中で <laughs>。砂糖を、こう、ダミーに使って。あの犯人を欺くみたいなシーンがあるわけですよね。そうです。警察欺くというかですね。行、はい、ってみたら、砂糖だった。た甘いだろう。甘い。<laughs> うん。 でそういうシーンであの遊べるように一応アタッシュケースと、えー、砂糖の袋あとは砂糖の袋袋ですね、はい、あ袋ですねこういうのも用意させていただいたとでこれで怪しい取引のシーンも、ね、再現できるよっていう <laughs> できます <laughs> 怪しい取引のシーン再現ってなんだよっていうね, <laughs> あのねさっき話でちょっと出たフィグマのね小暮課長石原裕次さんのフィギュアの方にはあの札束の、ね、小物パーツも入ってますからそ,す、ねはい、そちらと合わせていただくとまた 入れ替えるとで、ね。で一応ですねあのはいこんな感じでえっ、ー、と実際にアタッシュケースがついてきます。これはあのユージさんの方ですね。であの中開けると入ってるよっていう。はい、<laughs> いいですね。感じです。で手に持たせるためのこういうはいパーツも入っております。はい、怪しいですね。い,いいですね。で。 やっぱりあの「危ないデカといえばコンビものなのでお二人一緒にした時に楽しく映える写真が撮れるようにしたいよねっていうことでその他小物をいろいろ用意したという背景がございます。そうででですすねこれあの例えばなんですけども二人で警察手帳を持って ご挨拶してるシーンですかね、うん。そうですね。<laughs> サングラスに手をかけ、警察手帳を持っているというシーンですね。こういうのをやるために、うんえー、警察手帳のよいしょこういうですね。小さいんですけどもはい手帳があったりこれ警察手帳です。これもう見えないですよねカーメラで。うん、でもねお家したりなんかこう実際に手元に来た時はわかるんですけどもちゃんとですね、えー、と 神奈川県警って書いてあるダミーの警察隊長です <laughs>。はい。っていうのもね、再現したりしてるんですよね。港所神奈川県警はい。よいしょ。っていうのをまあ二人でポージングするための小物が付いてたりとか。 あとはね危ないでかっていうと私あの喫煙シーンがすごい印象的かなと思っててこれはあのつけるべきだっていうのは小林にも言われてましてはいこういったタバコを持った手ですねそういったものも再現しております。こだわりポイントはタバコの持ち方 ちさんと平そうですねそういう、うん、これは必ずこの持ち方をしてるとかこの持ち方じゃなきゃダメっていうものではないと思うんですけども、うんまあ、イメージとしてこういうふうに2人で組み合わせた時にこういう差があった方がいいよねっていうことで、うん、このような感じにしてるっていうこの写真なんかの身長差もね分かりやすくていいですね。 当時のね刑事ドラマとタバコってやっぱ切り離せない存在ですよねねいっぱい捨てますもんねいっぱい捨ててしれもねあのねまずいよね私見たことありますけどルちゃんが禁煙用禁煙用っつってああもう禁煙だからたば回収してみんながそこから片っ端から隠れて吸いそういう面白さもね危ないデカだよなっていうそういうのをこう思い出せるそうちなみにこういう話は全部小林から注入されております あ、そうですか。そうね。そこまであれだったかなって感じですけどね。<laughs> はい。うん、あとですね、やっぱこのシーンですよね。うん、はい。今回はあの高のフィギュアにですね、このウサギ型のはいぬいぐるみがついてくるんですけども、これ私最初に小林にこの小物は絶対に入れるべきだと言われて作ってたんですけど、何のこ事か最初は分かんなかったんですよね。<laughs> ただちゃんと資料というか映像作品を見てたらこの えーとぬいぐるみなんですが見てる方はよくご存知ですもんね、はい、爆弾なんですねはい,いでこのぬいぐるみ型うさちゃん爆弾は絶対入れるべきって言われましたシンバルがこうせなうぶつかると爆発するみたいなシーンですよねそうそうもう小物のね設定でも何はともかくこれだけは絶対 <laughs> もうどんな服装にしても絶対うさぎちゃんだけは <laughs> <laughs> もう入れるっってていいいうう、はい、ののは私思かまずは入れなきゃっていうこれは外せないなっていうのはあったんでこれ,これはねあの映像資料からいっぱいね写真撮ってっていうか切り抜いてね、うん、原型さんに頑張っていただいたたださっきねあの長谷部かなえさんのラジオの収録があって、はい、あのこれ見ていただいて手に取ってもらったんですけどもすごいこれは褒めてくれましたね。 やっぱりこれはもう危ないデカ的には絶対に外せないキャラクターということでいましはいなと思いましたね。ちゃんとあのねシンバルがこうなっちゃうと爆発しちゃうのでこう指が突っ込めるようにユージがねそ<う>あのシンバルに指突っ込んでお互い押し付け合うといなそうかこう再現できるようになってますので <laughs> こういう面白い遊びもねこのフィギュアでできますので、はい。はい こういうのもあったんですね。僕ね、あのー、初めてその時知ったんですけども、<あ>ソフトクリームお二方ってよく召し上がってるんですけど、プライベートでもなんか,なんか甘いの大好きっておっしゃってたような気がしますけど、ね。なんですよね。だからこれもですね、あのー、小林部長にですね、絶対に入れるべき小物である、こ知能されまして造形してもらいました。あの実際はね、あのレパードの中でこう待ってる間にベローベローって舐めてるんですけど、<laughs> やっぱりこうソフトクリームは。 必要かなと思ってそうですねこのサングラスの真面目な顔でねソフトクリーム持ってるデカっていう結構シュールな絵が危ないデカっぽくていいなと僕は思いましたね。ねうん、というこういう、ね、小物も用意させていただきました。はいはい、でやっぱね「危ないデカ」をやっぱ語る上で誰に聞いてもあと僕個人としても絶対外せないなと思ってたシーンがあるんですよの オープニングタイトルバックのこのシーン、うん、これねかっこいいですよね,ねあの白黒で 2> 2人揃ってねこれもねあのライティングとか実際にお客様があの手元にこれをね手に入れた時は工夫してこう撮ったりですねあのスマホとかだと白黒にできたりするんで。うん それで再現するともうね結構感動すると思います。すねうん、あ、こはサングラスがかかってきてないそうですね。サングラスない。あのちゃんと私見たんですよ。オープニングはサングラスしてなかったんで、うんうん、<laughs> この写真を撮るときはサングラスを外したフェイスに付け替えて発しし。素晴らしい撮影しました。すっかり分かってきましたね。よかった。<laughs> もうもう本当にもう頭おかしくなるぐらい注入されましたね。でよ,よかった。はい。があった。はい、ですね。 で、もう最後にね、これは絶対ないだろうっていう、ね、いはい、こちらでございます。ますね、これエンディング。エンディングの、ね、冷たい太陽、八さんの歌がかかりながら、<う>最後。今これ多分ね、映像中で流れてると思います。で、最後にね、二人でジャンプしてあの終わるんですけれども、そのジャンプのシーンもですね、このフィギュアの台座を。 うまく生かしてポージングを取れば再現できるよねっていう、ね、そうでですすねね無理な部分ではあります、ねうん、このシーンもねあのこの何でしょう宣伝用の写真を撮るために何回も見返したんですけれどもすすごいい送りの映像じゃないですか、ねうん、実際のところどうなってるかよく分かんないみたいなのがあって <laughs> 結構なんとなくという形になったんですけどもあのこれでどうでしょうかっていうふうにねセントラルアーツの。 今度プロデューサーとかにお見せしたら、ね、ああこれだよこれあもう分かってるじゃないのとおっしゃっていただいたんでうほっとしたっていうか、ね、お墨付き公式のお墨付きをいただいているポーズシチングでございます<ー>お客さんもぜひこれをね試してみていただけるといいなという感じで,で、ね、それぞれのポーズとですね小物を紹介させていただいたんですけれども、うん、どうですかねこんだけあると あのブルーレイディスクで高画質で映像を楽しみながらその現物が目の前にあるみたいな状態にできるので危ないデカのファンの方としたら結構楽しめるんじゃないかなって僕は思いましたけどね。ですね。うん、今だからこそこうなんでしょうねそういう楽しみ方ができるっていうかねフィギュアを置いてブルーレイの綺麗な映像をねこう見つつ。 昔だとちょっとそういうのこういう商品も出てないのでできなかったことですけどそういう新たな楽しみ方、ね、令和ならではっていうんですかね昭和の作品昭和って平成、はい、昭和の最後から平成最初の頃の作品ですけどそれが今令和の時代になってもこうまた違うね,こううね楽しみ方ができるっていうのがいいんじゃないかなっていうのとあとはこう フィギュアをいろいろやることによってこう皆さんが多分こうファンの皆さんの中ではそれぞれあの僕みたいにあのシーンが大好きこのシーンが大好きっていうのはうねあのいっぱい皆さんお持ちだと思うんですそれがこうまた仲間うちの皆さんとかで集まった時にこう話したりね自分の中でこう一人で遊んでる時もこう思い出させてくれるこうきっかけ鍵になるようなね商品にちょっとなってほしいなっていう願いも込めて我々2人やってますのであのそういう意味では。 お値段がですねちょっとあのお値段だけ見ると <laughs> びっくりしちゃう,、ねちゃうえー、と思われるんですけれどもあのかなりこだわって作ってますのでここはぜひですねもうあの予約されないとあの後で欲しいってなってもこう完全ねうもう限定予約の商品なので,うで、ね、もうあの10月の26日が締め切りもい間もなくなので、はい、あのここはもうぜひもう予約していただいて確実に。 あのお手に取っていただければと思います。絶対にあのもう後悔させないつもりでもう作っておりますので、はい、ぜひよろしくお願い,いたします。一生懸命作ってます。はい。<laughs> あの映像がね綺麗だからあの実際にこの小物と同じものが映像上で映ると思うんですけども、あちゃんとそれ通りに作ってやるっていうのを確認していただけたりもねできるかなと思います。うん、でさっき言ってたみたいにねあの仲間内で盛り上がるために今でやるんでやったら SNS にねこ、うん、の俺の好きな シーーンンはこれだっていうのをポージングして写真に撮ってもらってシェアしてそれを話題のきっかけにしてもらうとかあとはやっぱりですねあの今のご時世ってインターネットとかねビデオオンデマンドで映像作品っていっぱい見れるんですけどもあえて円盤のディスクをジャケット飾ってその前にフィギュアも飾ってもうこう何でしょうね危ないでか好きなもう物理的にね、うん 手元に置いといていただくっていうのはすごい趣味としてはねあのいいと思いますんでぜひあの現物ね手に入れていただいて、うん、そういうディスプレイをね作ってこう危ないでかいをね周りに知らしめてやるみたいな、ね、感じで楽しんでいただければなと作り手としては思っております、ね、知らない世代の方にもねこ、はい、見てほしいなって思っていただけるように。 知ってる世代はねこのさっき小物のところではちょっとご紹介できなかったですけどあの例の、ね、スポーツドリンクの小物もついたりコーヒーのねコーヒーヒの小物も,、ね小物もね、ついたりこれはもう当時を知ってる人ならばああってなるようなも,うものですから、ね、2人交換してこう飲んでいんでね,ね。飲んだりっていうのもドラマ <laughs> 映画の中でやってますからね、はい、あのぜひそこをこうあのフィギュアで、ね、楽しんでいただければと思います。ははい、はい とということで,ですねあの本製品は、えー、完全予約限定商品となっておりますのでちょっとね今回の機会を逃すと手に入らないというものになっておしまいます。でその締め切りは、えー、と10月の26日ほんともなくです。うん、で、えー、その生産にどうしてもですねあの金型作ったりとか彩色の試験をやって量産に行くとかあの過程を踏みますのでお時間は頂い,いてしまうんですけれども来年9月。 発売予定として、えー、準備してて準備おります、えー、待たせてしまう代わりに、えー、お客様満足いくクオリティに持ってきますので何とぞ、はい、よろしくお願いいたしますという感じで、はい、締めくくらせていただこうかなと思います。すねね、来年の商品はもう今っていうねあのなかなか今までにないタイプのブルーレイボックスの商品なんですけど是非来年楽しみにしていただければと思います。 そしてですね、ちょっとあのフィギュアとは別に、えっとオリジナルグッズがあの危ないデカの発売されることになりましたので、こちらをちょっとご紹介させていただきます。こちらですね。高と雄二のシルエットをデザインしたこのアクリルのスタンドになっております。これもこう、うん、ある意味立体物ですので、ね<ー>フィギュア、ね、フィギュアが届くまではこちらをでちょっと、うん、あの、うん、楽しんで。 そうです、ね、っていうことができますそうですね、そうですね。<え>もうフィギュアが届くまではこのアクリルでね、かっこよく飾っていただいて,て,いだいてスペースを確保するみたいな感じでですね。まず温めておいていただいてね。はい、でそれが来たらこちらを飾っていただいて両方飾っていただいてっていうところになりますね。そ,すねそれともう一つがこちらですね。あ、いいこれわかりますか？あのこれ本当にあの放送していたあ最初の危ないデカの放送していた頃にこうよく車に うん、貼ったりするしてる人がこういたなんていうステッカーこれバンパーステッカーとは一応なってるんですけどもこれ高藤雄二のデザインのこちらをですねあの懐かしい時代の感じで今のバブデカのファンの皆さんにはぜひ愛車にベたっとこう貼って頂い,いてボディに貼ると良さそうですよ車じゃなくてもこういう感じでお気に入りのものに貼って頂い,いたりして。 っていうのもできますし実際にですね車に貼るとちょっとこんな感じにもここにああこれリアの部分ですかねボディのところにちょっと貼った感じたいいですねあの後ろの車にアプデカ好きをアピールできるでのであいいなというのが今、えー、準備しておりましてこちら、お値段はですねどちらも1650円となっておりまして 東映ビデオのオンラインショップにて、えっと購入できますので、あのぜひフィギュアが来る前にですね、こちらもあのご注文いただいて、あの楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、あの以上、PR をさせていただきました株式会社トミテックのもがみと、はい小林でした。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ますよろしくお願いいたします。